皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画は、この動画のタイトルの通り、僕が YouTube を始めて3周年経ったのと、今月の13日が僕の誕生日なので、自分へのプレゼントに何を買ったのかを見せます。はい、皆さん、おかげさまで僕の YouTube チャンネルは3周年を迎える日がやってまいりました。3年経って登録者があんま増えてないんですけど、今後については動画投稿にも結構力を入れていきたいので、また私ひろげの応援をよろしくお願いします。まあ、3周年の話はここで置いといて、僕は今月の13日に大阪に行ってまいりました。実を言うと今回の誕生日が僕の学生生活最後の自分への誕生日プレゼントになります。なので今年は今まで頑張った自分へのご褒美としてめちゃめちゃ買ってきました。ちなみに何を買ったのかというと、1個はレゴで、もう一つはレゴと全く関係ないものです。ちなみにレゴストアはいつも行っている梅田のレゴストアと心斎橋のレゴストアに行ってまいりました。心斎橋のレゴストア行った感想なんですけど、梅田のレゴストアよりも広くて、さらに三井さんの作品を生で見れたのでめちゃくちゃ嬉しかったです。ではまずは梅田のレゴスターで買ったレゴを紹介します。それがこちら。はい、こちらが梅田のレゴスターで買ってきたレゴです。まずパーツの詰め放題の小カップを2回やって、レゴクリエイターのこれ名前なんだっけ、確かトゥクトゥだったようなこれも買って、さらに言うと5500円以上購入することでもらえるクリスマスのセットをもらうためにミニフィグ20を1個買いました。これでざっと5700円ちょっとでした。では続いては心斎橋のレゴストアで買ってきたレゴを見せます。それがこちら。はい、こちらが心斎橋のレゴストアで買ってきたレゴです。まずパーツの詰め放題をショート第1つずつと、そしてこちらのレゴクリエイターワニを買いました。実はこのレゴクリエイターワニとレゴクリエイターアクアリウムはレゴストア限定品なので、ついにこれを買えました。めちゃめちゃ嬉しかったです。実は2個買いしたかったんですけど、このレゴクリエイターが1個4700円ぐらいするので、今回は1個だけ買いました。そしてこちらのレゴクリエイターのサンタさんは5500円以上購入でついてきたので、こちらももらいました。はい、こちらが心斎橋のレゴストアで買ってきたレゴです。そして最後に見せるものは梅田のヨドバシカメラで買いました。それがこちら。梅田のヨドバシカメラでこちらの全力全開用一式を買いました。いや、もうこれは僕はめちゃくちゃ好きです。僕スーパー戦隊のロボで一番好きなのはこういった全合体なんで、今年のスーパー戦隊のロボがこのように全合体すると聞いて僕はめちゃくちゃ欲しくなって、今回こちらを自分へのご褒美として買いました。全怪者は毎週見てて結構面白いんですけど、当初ロボがちょっとイマイチだったんで、ちょっとこれどうだろうって思ってたんですけど、今年の10月頃にこの全力全開用が出てめちゃくちゃ欲しくなったので、ついにこれを買うことができました。いや、でもさすがに僕が大好きなエンジンを GT12 は超えませんでした。これは僕が今まで見てきたスーパー戦隊のロボの中でもすごいかっこいい分類なので、これからもこれは大事にしたいと思います。はい、それでは梅田のレゴストアのパーツの詰め放題で取ったパーツとこちらのミニフィグ20を開けます。まず1個目はこんな感じでめちゃくちゃ詰めました。では開けます。これパーツ壊れてないかがちょっと心配です。せーの、よっと。おぉ、すごい。はい、1個目はこのように詰めました。今回結構レアなパーツや欲しかったパーツが入ってたのでめちゃくちゃ詰めました。ちなみにこれを詰めるのにかかった時間は2、30分ぐらいはかかりました。では2個目も見せます。はい、2個目はこんな感じです。今回こちらの樹木パーツとこちらのハートパーツが目当てだったので、こんな感じでめちゃくちゃ詰めました。ではこちらのミニフィグ20を開けます。こちらのセットをもらうために買いました。ちなみにこの中で欲しいのであれば戦隊ヒーローが欲しいです。2体目欲しかったので出たら嬉しいです。では開けます。せーの、デッド。
あ、違う、これはなんだ。あ、今説明書を見たんですけど、今回出たのはこちらの6番でした。6番は持っていなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。はい、一気に組み立てました。今回こちらのミニフィグのプリントパーツが昔発売されたレゴの中探査セットだっけ、あれを彷彿とさせます。ロケットの設計図があって、でさらにロケットは NASA と書いてます。これはすごい。では続いては心斎橋のレゴストアの詰め放題で取ったパーツを見せます。小さい方から開けます。はい、こんな感じです。今回のお目当てはこちらの樹木パーツとこちらの 8×8 のプレートパーツです。ただこの 8×8 プレートパーツが残り5枚しかなかったので、今回は5枚全部詰めました。それと他にも欲しかったパーツもめちゃくちゃ詰めました。では続いてはこちらの大きいカップを見せます。はい、大きいカップのレゴはこれだけ詰めました。このパーツ結構使えるので今回ラインナップされてめちゃくちゃ嬉しかったです。で、あとはプレートパーツをこんな感じで詰めて、それ以外はざっとこんな感じです。はい、ということで僕の YouTube チャンネルが3周年を迎えたのと、学生生活最後の自分への誕生日プレゼントの動画は以上になります。僕は学生生活最後の自分への誕生日プレゼントに電力全開用とレゴを買えてめちゃくちゃ嬉しかったです。ただ来年については僕徳島に帰っちゃうので、まあできたら大阪のエキスポシティのレゴストア行ってレゴを買いたいなって思います。言ってなかったんですけど、僕は今月の13日で22歳になりました。はい、最後になりますが、いつも僕の動画を見てくれてありがとうございます。これからも少しずつ頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。